光浜にやってきました。空は快晴ですが、北風が強く吹いていてとても寒いです。海はしけていて、波の色が茶色く濁っていました。散らばっています。外国製でしょうか。あ、日本語が書いてある。日本製でしたね。ライターの他にもカミソリが落ちています。歯ブラシまでありますね。また歯ブラシ。歯ブラシと計量スプーン。漂着なのか廃棄されたのか。小さなオカメ分布を見つけました。ゴミばかり見てきたので、なんだか癒されますね。何も見つかりそうにないので、早めに折り返して陸側の古い漂着物帯を歩きます。帰りは向かい風なので、めちゃくちゃ寒いです。中国製の防水型の浮きを見つけました。向こうに怒りのマークが入ったスタンダードなタイプです。劣化した浮きに千島富士壺がたくさん付着していました。生クリームの乗ったスポンジケーキに見えてしまうのは私だけでしょうか。地点に戻ってきました。波が収まればそろそろ琥珀も漂着するかもしれません。